もう弱音は吐きません。ヴィンセントさんがいてくれるだけでなんだか強くなれる気がしますね。そいつはお互い様だって。俺だってリンがいると心強いからさ。ヴィンセントさんってすごいです。こんな場所でも他の人たちのことを応援して。みんな見た目は羊だけどな。でももうそんなのは気にならなくなったぜ。とにかく大事なのはそいつの中身なんだからさ。大事なのは中身。あ、中身だ。そうなんですね。やっぱりヴィンセントさんすごいです。そんなに。ヴィンセントさんと出会ってようやく思い描いてた演奏に近づけた気がするんです。だから全部ヴィンセントさんのおかげです。俺は何もしてないって。リンが頑張っただけだろ。危ない時は助けてくれて、落ち込んでる時は励ましてくれて、そういうとこずるいです。そうだ、ヴィンセントさんのために特別な応援ソングも作ったんですよ。いつものお礼代わりに歌いますね。プレープレーファイトファイト。いいっす。あんたの登り方って独特だよな。そこでその技かみたいな、その場のひらめきみたいなのが冴えてる。え、そう？他の奴らもあんたのこと噂してたぜ。お手本にするとか言って。ふん、まあ頑張ろうぜ。無事だったんだな。よう、お前さんか。どうだ、技はひらめいたかい？協力し合って生き残ろうぜ。それじゃ俺がさっき見つけた技からな。サスケに石か使う。どうだ、ちった役に。ああ、それで言うと一個思いついた。こんなのも。屋根落としについて説明をしよう。ズジュだ。おお、ま、実用的です。次それ使ってみっかな。技をせ。悪い。どうも、あの人ちょっと気にかけてやってください。ほら、葉巻くわえたリーゼントの羊ですよ。いつも一緒に技を考えてましたが、今回は加わらないそうで。なんだよ、心配だな。ああいう勢いがある人は気持ちが停止すると危険なんです。この上、来ますね。あいつが私を殺しに来る。あいつ？私が捨てた女ですよ。昨日も一昨日もケタケタ笑いながら追ってきました。マジかよ。そろそろ限界だな。なあ、君は愛する人の幸せを願うか？そりゃ当然そうだろう。たとえそれで自分が不幸せになっても。できないなら彼女とは別れるべきなのさ。え？でも愛してるんだ。明日こそ言わないとな、別れようと。まずはここを出ようぜ。アンナを傷つけるぐらいならいっそ。一緒にサメサメと泣いてくれませんか？おい、ちっ、何なんだよあいつ。あの金ピカ羊いないのか？心配だな。結局飽きたらいなくなんのかよ。どいつもこいつもふざけんなよ。え？金、金だ。金さえありゃ全部うまくいってた。あの野郎に会って俺にないのはそれだけだった。大した才能もないくせにデビューしやがって、その途端みんな手のひら返しだ。あの女も俺に価値がなくなったから。あいつのとこに俺は何も悪くねえな。あ、そうだって言ってくれよ。あんたは悪くないよ。でもあんた自身も迷ってるんじゃないか？なんだよそれ。迷ってなんか
頑張ってるよな。いっつも一生懸命でさ、最初は歯ぎしりみたいだった演奏も、今じゃ天使の歌声みたいだし、俺も負けてらんないな。技でも聞きに行くか。あんた、技の話はしないのか。もういい、ここで終わりさ。え、この上な、またあれが出そうだ。父さんさ、俺は殺す気だ。斧で昔みたいにな。どういう意味だ。お前、虫切れとゴミだったらどっちで呼ばれたい。は、俺はね、虫けらの方だ。ウジ虫でもいいぜ、生き物だからな。俺には名前なんかなかった。いつもそうやって呼ばれて、やがてそれも変わったがね。元からいなかったことにされてね、捨てられたんだよ。価値がないなら仕方ないのかな。そんなことねえよ。分かってんだよ。あんな男はいい父親とは違うって。だが頭で分かっていても、子供ってのは縛られるもんだ。もう父さんは死んで、俺は父さんの年を超えたってのな。とにかく行こうぜ。この上で出るってんなら話つけてこいよ。君の青さ、腹立たしいね。 OK、 行くぜ。ちくしょう。ここまで来れたのも君のおかげだよ。俺は何もしてないよ。全部あんた自身の力だろ。気づいてないのか。みんな君に励まされてる。俺だって君を見習って技の研究を始めたんだ。それにほら、バラバラだった羊も今は団結してるだろう。そう言われるとなんか照れるな。君には感謝してるよ。ここまで来たら運命共同体だ。頑張ろうな。毎度偉そうにしやがって。マジ誰なんだ。他の羊たちもここまで導いてくるとはね。あのピアノ弾きが心の支えかい。でもそれは逆効果かもしれないよ。中途半端で思わせぶりな希望ほど残酷なものはないからね。何が言いたいんだよ。一つだけ忠告しておこう。あの子はとんでもない秘密を抱えている。裏切られないようせいぜい注意することだ。予想外に嘲笑まで行っちまいそうなんで揺さぶろうってか。可能性への第7問です。愛した人の秘密を全て受け入れる覚悟がありますか。そう答えるのか。なるほどね。そうだ、あの演奏についてだけど、もしあれが本物なら不幸な運命をひっくり返すほどの力がある。道に悩み演奏を求めてる人がいたら聞かせてあげると面白いよ。急に何言ってんだ。新たな可能性の扉が開きつつあるってことさ。あんた以外にもね。俺以外にも。さあ、もうすぐ夜が明ける。地獄への道は果たして何でできているんだろうね。ついに今夜の最終エリアだ。敵の雪崩攻撃は石をつかめばやり過ごすことができるぞ。これまでのテクニックも駆使しつつ、氷山の頂上まで一気に逃げ切ろう。逃げるな。まさか、キャサリン。ウェディングドレス。待て、落ち着けって。
Doomsprite has appeared. It's the killer. Do not die. よし、ゲット。早く逃げねえと。すぐにまた後ろから怖えのが。やっぱりかよ。もうやめろってキャサリン。許してくれ。違う、こんなのは悪夢だ。よし、今夜も生き残ったぜ。おめでとう。完璧じゃないか。これで第5階層暴風の中庭は終わりだ。もう5階層なのにここまで見事に登るとはね。明日の夜また会えるのを楽しみにしてるよ。はい。ヴィンセントか。え？はい。あの、誰？キャサリンを知ってるな。え？知ってるも何も。あ、もしかしてあんた、あの夜リンを追い回してたやつか。追い回す？そんなことするわけないだろ。なんだ、違うのか。じゃあ、あんたの言うキャサリンって。俺はスティーブ。キャサリンと付き合ってるものだ。マジっすか。くそ、お前。うわ、あの子の彼氏。やっぱ俺はめられてたのか。あんな子が急に変だって思ってたけど、こんなん最悪じゃねえか。あの、こいつ切りやがって。そこがどこかも分かってる。え？俺を甘く見ない方がいい。困るのはお前なんだからな。すいません。体目当てか。いえ、そんな。だったら本気なのか。いや。じゃあ遊んだんだな、くそ。彼女とはすぐに別れます。もともとそのつもりだったんで。もともと？本当か。本当です。こんな風になるなんて。それはお前のためでもある。やっていいことと悪いことは分かるな。本当に殺すぞ。はい。あの、はあ、うわ、本当最悪だ。どいつもこいつも一体どういうつもりだよ。でもまあ、これであの子のことをようやくけじめつけられるか。確かスティーブって言ってたよな。この話すればあの子だってすんなり別れてくれるだろうし、最後にもう一度だけ会ってちゃんと話そう。
何なんだよ。悪い、起こしちまったか。その服、パジャマ？寝る時の服がないって言ったら、エリカさんがくれたんです。そっか、すごく似合ってるよ。あの、大丈夫ですか？何が？顔色良くないから。いや、それはちょっといろいろ嫌なことがあって参っちまってたんだ。ヴィンセントさん、リン、心が弱った時はこうすればいいってエリカさんが。すげえいい匂い。それになんだか。ヴィンセントさん、好きです。うん、大丈夫、どんな時でもそばにいますから。いやあ、こんなことしてる場合じゃなくて、ああそうだ、俺あの子と話しつけないといけなかったんだ。ああ忘れるとこだった。思い出してよかった。スティーブなんて知らないよ。聞いたこともないけど。え、本当に？こっちが聞きたいっての。意味が分かんないんで説明してくれませんかね。俺だって分かんねえよ。君の彼氏からいきなり電話かかってきて。はあ？何それ、私の彼氏ってどういうこと？いや確かにキャサリンと付き合ってるって言ってたんだけど。っていうかさ、完全に人違いなんですけど。え、けど私のことじゃないから。じゃあ誰だよ。知らんつーの。あなたの知り合いのキャサリンさんのことじゃないの？え？ん？まさか。いや、なわけ。もしかして本当にいんの？あ、ん？いや、待てよ。俺の知ってるキャサリンは浮気するようなやつじゃないだろう。それにこの子の言ってることだって 100% 信用できるとは限らないし。もしかしたら君に隠れたファンがいるのかもしれない。は？何それ。今まで君を好きになった男たちがきっといるだろう。そのうちの誰かが未練持ってんのかも。ほら、君ってすごく可愛いから。何言ってんだ俺は。とにかくスティーブってのも偽名かもしんねえし、世の中変な奴がいっぱいいっからさ。やだ、怖いんだけど。あ、ごめん、この話もうやめよう。もうそっちがしてきたくせに。まさかな。それよりさ、この後なんだけど。まさかあいつが浮気とか考えられない、つうかありえない。だけど絶対にないなんて言い切れんのか。いや、ないよな。ねえ、話聞いてる？あ、ごめん、よく聞こえなかったんだけど。なんかあなたといるとムカつくんだよね。え、あ、ごめん。別にいいけど。それじゃまた後でね。あ、いや待った、今夜ちょっとダメなんだ。ダメ、もう行くって決めてんだから。ごめん、本当に今夜は
ダメなんだ。その今日お腹下っててさ。そっか。まあ元気ないんだったら仕方ないけどさ。じゃあお大事に。ああ。彼女の方が浮気してるかもだって。ありえないだろう。キャサリンに限って。いや今はそうかもしんないけど、いろいろあったって不思議じゃないだろう。毎日外で働いてんだし、周りの男もほっとかない。第一こんな浮気野郎と一緒だったんだから。ずっと浮気してたみたいに言うなよ。長さの問題じゃないでしょう。たく、ほんと男って勝手よね。つうかその子、さっきまでいたんなら教えろよ。見逃しまって。遊びに呼んだわけじゃねえよ。俺もなんだかな、なんでこうなんだよ。なんか面倒っすね。まあそこまでへこむなって。彼女って決まったわけじゃないだろ。どうすんだよこれから。どうもこうも確かめるしかないけどさ。なんていうかショックだよ。何がショックよ。もしそうでもお互い様でしょ。ほんと勝手だよね。まったくだ、おっしゃる通り。分かってんだ、俺自身も同じことしてるってことなんだよな。あいつがもし嘘とかついてるとしたらたまんねえよ。それを俺は。うわあ。おいヴィンセント。たく、ほんとダメ。ああもう見てらんねえよ。こっちまでおかしくなりそうだ。で、あいつ別れたんだって。噂マジヤバいって話なんすよね。顔のやつれ方とか半端なかったし、このままじゃマジ死んじまうんじゃないかって。そしたら今朝のニュースですよ。マジかよ、勘弁しろよ。つか会社で聞いた話なんだけどさ。まったく、どうにもうるさくなってきたな最近。あれただの噂じゃないかも。ほら落ちる夢を見た時、そこですぐ目が覚めないと死んじゃうってやつ。お客さんでもさ最近多いんだよね、おかしな夢の話してる人。やめろってくだらねえ。死んだら喋れねえだろ。どんな夢見てたかなんてわかるわけねえ。夢が何だってんだよ、んなもんクソくらいさ。だろヴィンセント。この人死んでんじゃないっすか。先輩すぐ起きないと死んじゃいますよ。大丈夫なのかよこいつ。まだ死んでねえよ。便所行ってくる。何してるんだ。見ての通り動画撮ってるっす。朝のテレビ見てないんすか。リンちゃん記憶喪失の美少女ピアニストってすんげー話題になってるんす。しかも演奏してる動画をメールで送るとその人の願いが叶うって噂で。なんだそれ。あら、私は本当の自分に出会えるって聞いたけど。マジかよ。俺が聞いたのは恋人との関係が改善するって話だったぜ。いい加減な噂だな。何でもいいじゃないですか、幸福のピアノってことで。じゃあ落ち込みまくってるヴィンセントさんにも送ってあげるっす。ユウカ、あれめよ。おい俺たちにも送んなよ。いいじゃないですか、送れば送った分だけ効果が増すって言われてるんですから。それも迷惑メールだろ。どうすか、その角度のリンちゃん俺的にすっげーイケてると思うんすよね。ん、まあ黒顔負けに上達したな。聞いてるだけで元気になるぜ。なんかコツでも掴んだのか。ヴィンセントさんのおかげです。いや俺は何もしてねえって。なあリン、今朝のことなんだが。リンちゃん聞くとこ動画撮らせてよ。はい、いいですよ。あ、俺あの曲弾いてほしいな。
彼女が好きな曲でさ。なんて曲ですか？リン、大人気でしょ？今日は店が開いてからずっとこんな感じで大忙しなの。へえ。あらやだ、嫉妬？リンを取られた気分？そんなんじゃねえって。ほら、ヒナが巣立つ親鳥の気持ちってのだいたい今の俺はそれどころじゃ。はいはい、もう本当男って勝手ね。一応言っておくけど、本気になるんじゃないわよ。心配なのよね。あの子って天然っていうか、そういうことを何にも知らないみたいだし。それにあんたのこと。なんだよ。ううん、なんでもない。